クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、フィネスの、ジャックインザボックスのスキップジャックになります。はい、ですね、このフィネスってルアーは、まあ私がねこうやってね、約ねもう1年半ぐらい、ルアーを紹介させていただいて、だいたいね、ルアー紹介だけじゃないんですけど300本ほどね、動画を上げさせていただいてますが、その中でも比較的新しいね、2014年に、兵庫県の神戸市でね、創設された会社になります。で、どっち、ね、こう見てわかると思うんですけど、どちらかというとね、トップウォーターのルアーが多い会社で、他にね、ソルトの方もね、メーカーとして出してるんです。で、この先ほど紹介、前のところで紹介したジャックインザボックスっていうのがハードルは淡水のですね、これが、フロックとかもあるんですけど、まあ、ライギョ、それからバスですね、主な対象魚が。で、ジャックポットっていうね、今度はね、これソルトのジャンルのシリーズがあるんですけど、これがね、ワームですね、ワームを中心とした商品が展開されててね、比較的新しい会社ですけど、面白いねルアーを作ってる会社でもあります。で、このルアーがですね、サイズがだいたい100ミリで、重さがだいたい1オンスのね、設定がされてるウッドプラグになります。で、このスキップジャックっていうルアーは、じゃあどういったルアーかというと、これはね、オールマイティを目指して作られたルアーです。で、このフィネスっていうのは、先ほど言った通り、どちらかというとトップメーカー寄りなんで、例えばですね、トップメーカー好きな方だったらルアーのね個数を抑えたいっていうね、ところがあるんですね。フローターとかね使ってた場合はあまり大きな荷物が持っていけない、そういう時にね、これ1個あれば、例えばリトリーブしたらライブミノとして、潜っても使える、それからトゥイッチ、などをするとポップオンも出ますし、ターンもできる。で、ジャークで、ダートとダイビングするっていうね、ある程度ね、腕を持って、すれば、使い方を持ってすれば使い分けができるね、ルアーを目指して、そういうコンセプトで作られてます。ですんでね、まあリップはともかくとして、後ろのペラはね、よくね、トップウォータープラグによくある水車としての役目ではなく、水の抵抗を作るためのプロペラとして考えてください。ですんで、ペラのね周りが悪いって言ってもね、そこまで気にすることはないってことは頭に置いて使われるといいかとは思います。で、カラーリングも全部で4色ありまして、こう見ての通りね、アメリカのねオールドプラグを彷彿とさせたデザインでね、私は非常に好きです。でね、国産のメーカーっていうのは、トップウォータープラグのメーカーっていうのは今ね、たくさんあります、たくさんありますけど、大体ねアメリカンプラグ寄りの形状でですとか、例えばねちょっとね遠いルアーに近いような面白い形状のやつが多いんですけど、他のね、例えば普通のアンダーウォーターという言い方、トップウォーターの方はしますけど、普通のルアーのメーカーさんはね、こういうね遊び心がないメーカーさんが結構多いです。もちろんね、それがね、アングラーというね、消費者の好みを体現して、作られてるんでしょうけどね、そういったね一流のよく売れてるね人気のメーカーさんもね、こういうねアメリカンライズされた昔のオールドルアーみたいなね形状のルアーを作っても面白いんじゃないでしょうか。何度もねここで言ってる通り、ルアーはね見た目、形状で動くもんじゃ、魚食うもんじゃありません。それにね、どちらかというとそれは大事な要素としては優先順位としては低い方で、動き、それから存在感で釣るのが一番優先順位が高いと私は思ってますんで、国産のね、他の国産メーカーもそういったね遊び心をもっともっとね、このバスフィッシングというやつに入れてね、やっていけば、またね違った楽しみ方がみんなねできるんじゃないかと思いますので、もしねこういうねバスへのルアー紹介の動画ですけども、メーカーさんのね目に留まったらね、ご一考いただければ幸いだと思っています。ではね、
今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。